ルーツチャンネルをご覧の皆さん、プロレーシングゲーマーの山田です。佐藤優希です。はい、ということでトラストさんのブースにやってきました。トラストさんの、ブースのご紹介をいただくのは川島さんです。よろしくお願いします。お願いします。川島さん、はい、早速なんですけれども、こちら86ですね。はい、はいはい、これ、まあ新しい型が出たので、こう旧型になってしまったんですけど、前型の ZN6 になります。はい、佐藤さん、このお車見てどうですか？めちゃくちゃ可愛いですね。ありがとうございます。サメの目とか口とかがついてるの、他と変わっててすごいなって思います。そうですね、ちょっと今回まあコンセプト、もう第一コンセプトサメにしてたんで、他のじゃなくて、とにかく口を止めをつけたかったっていうのがもう第一のコンセプトです。ちなみにこちらの車はもちろん見た目ではなくて中身の方も気になるんですけれども、はい、どういった内容をチューニングされているんでしょうか？中身がですね、今回は、うち86のやっぱターボキットを結構メインで販売してるんですけども、まあ、その中でも一番ハイパワーに対応している、06の 20RX というタービンキットになります。でこちらですね、まあ、出力400馬力以上出せる仕様になってますんで、今年ですね、まあ、これでちょっとドリフトの走行会とかをちょっと走って、まあ、このサメで暴れたいなと思って作ってます。なるほど。ちなみにこちらタービン以外にも他チューニングされて、全体的にこう、はい、まあ、例えばやっぱりパワーを上げるといろいろなところ補強しないといけない部分も出てくると思うんですけれども、はい、そちらの方はいかがなんでしょうか？まあ、まずメインがタービンキットになっていて、あとまあそれに付随してマフラーですね、あとまあインタークーラーもキットに含まれているので、あとはそれに合わせて、まあ駆動系はまずノーマルで、まずそれでどのぐらい強化で耐えられるのかっていうところをまず見極めるためにも、一旦ハイパワーな車の駆動系のまるで行っています。であと、まあ室内に関してはシートと、ハンドルグレッディ仕様になってますので、まあ、トータルで、車1台86に関してはグレッディバージョンに仕上げられるっていうコンセプトしています。なるほど。佐藤さん、ドリフトもできるお車ということなんですけれども、ドリフトはご存知ですか？ドリフトは知ってます。お、はい、じゃあぜひ挑戦していただいて、頑張って免許を取ってからぜひ、じゃあ今度この横助手席にでも乗っていただいて、体験していただければと思います。はい、ありがとうございます。そして続いてのお車なんですけれども、やっぱり今トレンドなのは新しく出た新型の GR86 と BRZ ですね。はい、こちらはまあ86になるんですけども、まあ、まず今回ちょっとオートサロン仕様なので、試作のターボキットをつけてますが、まあ、今の現状です と、エキマニとマフラーの NA 仕様で、だいたい10馬力ぐらい上がるぐらいですかね。一応まあそんな仕様になってます。一応まあ今年はこれでまあ少し、タイムアタックとかっていうのを少しやっていこうかなと思ってますので、まあ大体2月からちょっといろいろプロジェクトをスタートして、つくばをメインにちょっとやっていこうと思ってますので、期待してください。ちなみに、はい、つくばサーキットの目標タイムっていうのは設定されてたりするんでしょうか？ですね、一応今、まあ、他社さんで今1分1秒っていうのが最速タイムなんですけど、まずはまあ2秒台が目標に、1分2秒目標にちょっと作っていきます。なるほど、はい、今後の開発が非常に楽しみです。ありがとうございます、はい、頑張ります。はい、ということで、はい、今こちらステージの上の方に来たんですけれども、はい、川島さん、一体これは何ですか？これはですね、弊社の、レーシングシミュレーターのフレームですね、GVC-P01 というモデルになります。はい、一応この筐体はですね、JGT さんの、公式筐体と、同じ設計になってまして、まあ、ポジションを重視される選手からしたらやっぱりその練習に使える唯一のモデルになります。初めての運転はすごいですね。なんか
本当に運転してるみたいで楽しいです。はい、でもあの画面のところではあのスピンしたり壁にぶつかったりすごいことになってますけど大丈夫ですか？これ本当だったらやばいですよね。はい、本当だったら大変なことになってると思います。死んじゃう。はい、ということでトラストさんのブースですね、たくさんいろんなものを見させていただきました。ありがとうございました。川島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ブーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。